サトです、えー、聖書一日一章の時間となりました今日はこの、えー、聖書の旧約聖書の創世紀の21章となりますでは早速、えー、創世紀の21章を見ていきます、えー、創世紀の21章、えー、主は約束された通りサラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさったサラは御守そして神がアブラハムに 言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだアブラハムは自分に生まれた子サラが自分に産んだ子をイサクと名付けたそしてアブラハムはか神が彼に命じられた通り8日目になった自分の子イサクに滑稽を施したアブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であったサラは言った神は私を,を笑われました聞く者は皆私に向かって笑うでしょう また彼女は言った。誰がアブラハムに、サラが子供に土を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。その子は育って血ばらねした。アブラハムはイサクの血ばらねの日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプトの女ハガイがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。 このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子・サクと一緒に跡取りになるべきではありません。このことは自分の子に関することなのでアブラハムは非常に悩んだ。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたの端しためのことで悩んではならない。さらがあなたに言うことは皆言うとおりに聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。 しかし、はしための子も私は一つの国民と一緒。彼もあなたの子だから。翌朝早く、アブラハムはパンと水の皮袋を取って、はがりに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女はベール・シェバの荒野さまよい歩いた。皮袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の漢木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた。 離れた向こうに座っ,行って座ったそれは彼女が私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからであるそれで離れて座ったのであるこうして、えー、彼女は声を上げて泣いた神は少年の声を聞かれ,聞かれ、えー、神の使いは天からはがりを読んでいったはがりをどうしたのか恐れてはいけない、えー、神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ、えー、行ってあの少年を起こし彼をつ力づけなさい 私はあの子を大いなる国民とするからだ。神がハガンの目を開かれたの,開かれたので、えー、彼女は井戸を見つけた。それで行って川袋に水を浸し、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので彼は成長し、アラノに住んで夢をいるものとなった。こうして、えー、彼はパランのアラノに住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。その頃、アビメレクとその将軍ピコルト。 がアブラハムに告げていったあなたが何をしても神はあなたと共におられるそれで今ここで神によって私に誓ってください私も私の親類縁者たちをも裏切らないとそして私があなたに尽くした真実にふさわしくあなたは私にもまたあなたが滞在しているこの土地にも真実を尽くしてくださいするとアブラハムは私は誓いますと言ったまたアブラハムはアビメレオクの守名どもが 奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議したアビメレクは答えた誰がそのようなことをしたのか知りませんでしたそれにあなたもまた私に告げなかったし私もまた今日まで聞いたことがなかったのですそこでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与え2人は契約を結んだアブラハムは羊の群れから7頭のメスの子羊を寄り分けたすると アビメレクは今あなたがより分けたこの7頭のメスの子羊は一体どういうわけですかとアブラハムに尋ねたアブラハムは私がこの井戸を掘ったという証拠となるために7頭のメスの子羊を私の手から受け取ってくださいと答えたそれゆえその場所はベール・シェバと呼ばれたそのところで彼ら2人が誓ったからである彼らがベール・シェバで契約を結んでから アビメレクとその将軍ピコルトは立ってペルシテ人の地に帰ったアブラハムはベールシェバに一本のヤナギの木を植えそのところで永遠の神死の皆によって祈ったアブラハムは長い間ペルシテ人の地に滞在したはい、えー、感謝いたします創世紀の21章でしたこの、えーえー、聖歌。 のえー、今日、えー、聖書ですね。聖書の言葉をあなたのここに魂に、えー、この聖書をあなたのもとに、えー、マスターとの、えー、聖書一日一章でした。このマスターとの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタンとよろしくお願いいたします。また聖書をもらいたいというお友達も募集していますので、よろしくお願いいたします。次回の聖書一日一緒、えー、創世記でお会いいたしましょう。マスタートでした終演列パッションプルジュー、シャロム、シャロム、シャロム。